はい、皆さんこんにちは、ゆかはなです。今日も見ていただいてありがとうございます。ですね、今回は、11月のお気に入り紹介パート2をご紹介したいと思います。パート1、11月のお気に入り紹介のパート1から、ちょっと更新が遅れてしまって申し訳ないですが、そのパート1では、まあ、コスメ中心でお気に入り紹介をしたんですが、結構11月お気に入りのものが結構あるので、そのまだご紹介できてないものをパート2でご紹介していきたいと思います。はい、でもまあ大体アクセサリーとかシューズとか、はい、そういったものをご紹介というかお気に入り、はい、ご紹介したいと思うので、もうお時間ある時にでも見ていただければと思います。はい、でまず今日使っているリップがこちら、レブロンのスーパーラストラスマジックリップエッセンスを使ってます。はい、でリップがこちらのメイベリーのリップを使っていて、メイベリンのリップフラッシュ C001 っていうのを使ってます。で、これは結構ちょっとオレンジっぽい、結構オレンジっぽい感じ、明るい感じに見えるんですが、結構赤っぽい感じもかなり、発色、なんていうのかな、つけると赤っぽい感じの発色もあるので、全然なんか、これからの時期とかでも全然使えます。はい。使えるし、あとすごい、これは本当に塗るだけですごいツヤ感がすごい出るので、すごいおすすめです。やっぱメイベリンはいいですよね。しかも、値段もすごい安いし、はい、おすすめです。はい。で、ピアスなんですが、こちら今回つけてるのは、ハンドメイドで作ったやつをつけてます。はい。では、ですね、11月のお気に入り紹介、パート2をご紹介していきたいと思うんですが、まずはこちら、購入品動画でもご紹介したんですが、ダイソーで購入した200円の、収納ボックスになります。3段のこういう引き出し、こういう引き出しタイプになっていて、で、こういう感じですね。で、これはなんだろう、これすごい使いやすいと思って、私はというか、結構これ他の YouTuber さんとかはコスメ収納とかで使ってるのとか見たことあるんですけども、私はこれアクセサリーというかピアスを収納してるんですけども、かなり使いやすくて、で、まあ、200円なんですけど、すごいかなり使いやすくて、例えば、なんだろう、他にも、例えば、メガネとか、伊達メガネとか、あとネックレスとか、時計とか、そういったものを収納するのもすごい便利かなって思って、はい。200円なんですが、ちょっともう一つ、もう一つあってもいいかなって思うぐらい、結構お気に入りです。で、こう重ねられるので、これ多分。こう重ねたりとか、こうやって、普通に横に置いたりもできるので、これはかなり使いやすいです。で、これ、色が、ちょっとわかりづらいかもしれないんですけども、ブラックなんですよね。で、ブラックなので、なんか、置いてるだけですごいおしゃれな感じに見えるので、それもすごいお気に入りの一つなんですけども、はい。これは結構お気に入りです。はい。すごい使いやすいです。おすすめです。はい。で、次にご紹介するのが、ですね、こちら、シューズになります。こちらのちょっとこちらパッと見アディダスって思うんですが、アディダスではなくて、こちらはなんか韓国ですごい流行ってるシューズみたいで、ちょっと高さのあるスニーカーで、こうちょっとコーデのポイントになる感じのシューズを探したら、ちょうどメルカリであったんですよね。でもちろん新品未使用で、韓国から取り寄せてくれて、それを発送してくれるっていう感じで、で、値段的にも、2980円とかですごい、かなり安くて、韓国のファッションですごい流行ってるみたいです。はい。で、こういう感じで、ここにもデザインがあったりして、で、これパッと見すごい重そうに見えるんですが、すっごい軽いんですよ、これ。すっごい軽くて、で、しかも、ここ高さがあって、それプラス、ここにインヒールが入ってるんですね。なんですけど、ここの部分が高さがあるので、しっかり安定感もあるし、すごい歩きやすいんですよね。で、本当に軽いので、すごいこれは、なんだろう、この、コーデのポイントになるので、ちょっと韓国のカジュアルファッションというか、韓国のカジュアルファッションがちょっと好きな方とか、興味ある方とか、ちょっとポイントになる、コーデのポイントになるようなシューズとか探してる方とかは、意外にメルカリにあったりするので、はい。チェックしてみてください。本当にこれはすごい、すごいね、いいです、これは。結構おすすめというか、はい。本当に軽いんで、はい、お気に入りです。はい。で、ちょっと用意してないんですけども、購入品動画でもご紹介した、エスペランサの、ビジュー付きのムートンなんですけども、あれもすごいかなりお気に入りで、履いた感じがすごい良くて、で、デザインもすごい、
5000円にしてはクオリティ高いし、すごいしっかりしてる。履いた感じがすごいしっかりしていて、型崩れしない感じがすごいあるんですよね。で、なんていうのかな。モコモコ感もすごい、クオリティ高いんですけど、結構よく、かかとの部分が型崩れしちゃってるムートンとかってよくあると思うんですけども、ずっと履いてると型崩れしちゃうっていうムートンとかってあると思うんですけど、なんか、アグとか持ってる方とかわかると思うんですけども、なんか、アグとかって、かなりすごい、型崩れしないし、すごい、長い間履けるじゃないですか。アグとかって。で、なんか、それにすごい近いなと思って、まあ、アグのモコモコ感よりは、やっぱり、ちょっと、クオリティはちょっと低いかなってあるんですが、すごい、なんていうのかな。結構、アグ並みに、結構長い、なんていうのかな。型崩れしないで、結構長く履ける感じがすごいするので、結構エスペランサのムートンってすごいいいなって思いました。はい。なんかエスペランサって、なんか、ちょっと値段も高いし、なんかヒールとかのイメージがあるんですよね。はい。なので、まあ私、エスペランサはスニーカー、普通のスニーカーぐらいしかエスペランサのは持ってなくて、でも、エスペランサのムートンは本当にいいです。なんか、本当にアグとかに近いぐらいクオリティは高いので、はい。やっぱりすごいいいです。なんか、かかとの部分とかね、型崩れとかしちゃうとか、あると思うんですけど、そういうのも全然なさそうな、そういうのも全然、そういうのも全然、こう、型崩れとかもしないで、長い期間履けるんじゃないかなって。それを考えると5000円ってすごい安いなって思うので、はい。なので、まぁ、ちょっと今用意してないんですけども、ビジュー付きの、ムートン。エスペランサのムートンもすごいおすすめです。はい。なので、ですね、購入品動画でご紹介するので、気になる方はそちらをチェックしてみてください。はい。で、すごい履きやすいので、はい。結構エスペランサのムートンはすごい履きやすいです。はい。はい。で、そうですね、シューズはその2点がお気に入りです。はい。で、次にご紹介するのが、ネックレス。こちらです。で、こちらは、H&M で、1400円ぐらいのものが、セールになっていて399円で、はい、売っていて、すごい、かなり、その値段的にもすごいかなりお買い得なので、それもお気に入りの一つっていうのもあるし、デザインもすごい可愛いので、お気に入りなんですけども、なんか、多分、もう、セール商品だし、ちょっともしかしたらもうないと思うんですけども、なんかこういう、結構、なんていうのかな、結構派手な感じの、こういう、コーデのポイントになる感じのネックレス、こういうインパクトのあるネックレスとかって、本当に持ってるとすごい便利で、なんかシンプルなコーデに、こういう結構デザイン性の高いネックレスつけるだけで、すごい、おしゃれに見えるし、なんていうのかな、他の小物、ピアスとか、ブレスレットとか、リングとか、そういった別に小物とかをつけてなくても、こういう本当に、ポイントになるようなこういう感じのネックレスをつけるだけですごいそのコーデがおしゃれに見えるので、こういう派手めな、まあ派手めなネックレスがあんまり好きじゃないっていう方も多分いると思うので、いると思うんですけども、派手めなネックレスは結構本当になんだろう、つけ、うん、これこういうだけでこういうだけでおしゃれに見えるので、おすすめです。はい。でこれもね本当にすごい可愛いんですよね。はい。結構ですごいこれ重そうに見えるんですけど、つけてみると実際重くなくて、はい、すごいねかなりお気に入りです。はい。で次は次はですね、ピアスですね。まあ元々アクセサリーとかが好きっていうのがあるんですけども、またちょっとアクセサリーが好きっていうのがちょっとハマってしまいまして、結構いろいろ結構11月は本当にアクセサリー系をすごい買っちゃったんですけど、まずもうね、これが一番のお気に入りっていうのが決めれなくて、もうどれもお気に入りなのであれなんですけども、ちょっと見えるかわかんないんですが、見えるかな、わかりづらいですかね、こうか、こういうのがわかりやすいかな。一応ここにあるアクセサリーがもうお気に入りです。はい。で、ダイソーで購入した、アクセサリーもお気に入りだし、あとスリーコインズっていう雑貨屋さんで購入した、ピアスとかもお気に入りだし、あとはですね、まだ、更新できてないんですけども、ショップリストで購入した、ピアスとかも結構お気に入りなんですけど、本当に、もうね、どれが一番のお気に入りって決めれなくて、まず、
ダイソー。ダイソーのピアスだと、これはイヤリングなんですが、これもすごいデザインが可愛いですよね。シンプルで。これもすごいお気に入りだし、あとこれ、こういう感じの。もうデザインのクオリティが高いですよね。本当に。で、色違いの、こちら、のピアスもお気に入りです。はい。で、あと、ダイソーのだと、このターコイズ。ターコイズ?はい、こういう感じの。じゃあ、わかりやすい、わかりやすい。ターコイズの、この、これもダイソー。で、ダイソーですね。はい。で、あとは、これもダイソー。これもダイソーで、で、これもダイソーです。ちょっとわかりづらいですかね。これもダイソーです。はい。本当になんか100円って思えないぐらいのクオリティですよね。本当に。で、3COINS で購入したピアスも、まあ 3COINS なんですけど、100円、セールになってて100円だったんで、これね、これも100円で。すごい、デザインが可愛いですよね。これは色違いで買ったんですが、で、あとは、これ。この、ちょっと変わった形の、変わった形のピアス。はい。これも 3COINS です。で、あとは、そう、フリルでも、400円ぐらいかな。買ったんですけど、このキラキラした。かわいい。かわいいですよね。フリルで400円ぐらいで。これは新品未使用で400円ぐらいで買ったんですが、これもお気に入りで、で、あと、これも、ちょっとまだ更新できてないショップリストの購入品動画でもご紹介するんですが、このピアス。このかなり派手な感じのピアス。はい、これもお気に入りです。はい。なので、まあ今、ちょっとわかりづらかったかもしれないんですが、まあ、このね、このピアスがもう本当に、もう、これが一番のお気に入りっていうのが決めれなくて、このケースにあるやつはもうお気に入りです。はい。でも本当にダイソーのは100円って思えないぐらいのクオリティですよね。なんか、うん。なんか本当になんか、私以前なんかアクセサリーショップで少し働いてたんですけども、まあ、大体1000円2000円ぐらい。大体1000円2000円ぐらいするんですよね。でもまあそれってもちろん金属アレルギーでも大丈夫なピアスとか、あと樹脂ピアスとか、そういうのもあって1000円2000円とかだと思うんですけども、本当にデザインのクオリティは本当にアクセサリー屋さんと本当に変わらないので、ダイソーのピアスは本当にまあ金属アレルギーとか、なんていうかな。本当にダイソーのピアスは、まあその金属アレルギーとか、まあ大丈夫な方とかは、本当にすごいおすすめです。本当に、どれもお気に入りです。今ご紹介したやつは。はい。で、あと最後になるんですが、ちょっと、こちらの、伊達メガネです。で、これは、フリルで新品未使用で、買ったんですけど、450円で買って、で、なんかこれ、ボストン型、なんかすごい今流行ってるみたいで、ボストン型の伊達メガネ。っていうのは流行ってるみたいで、なんか芸能人とかモデルさんとかもすごい、愛用してるみたいなので、はい。愛用してるみたいです。すごい人気みたいです。はい。で、これはね、なんだろう。多分わかんないけど、多分どっかから取り寄せて発送してくれるっていう感じなんですよね。はい。で、値段もすごい450円でかなり安くて、で、すごい、なんだろう、華奢な感じの伊達メガネなので、すごい軽いし、すごいいい感じです。ちょっと似合ってるかどうかはわかんないですが、まあ似合ってるか似合ってないか、もしコメントいただければ、コメントください。はい。はい、そんな感じです。なので、まあ今回ちょっとご紹介したのは、まあアクセサリーとシューズをご紹介しました。はい。で、アクセサリーはもうどれが一番お気に入りっていうのが決めれなかったので、ちょっともう、今の、一段目のケースはもうどれもお気に入りなので、はい。ちょっと、すごいちょっと動画がちょっと長くなってしまったんですが、はい。11月の購入品の、アクセサリーを中心とした、お気に入り紹介でした。はい。では、今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。はい。この動画の評価やコメントとか、リクエストとか質問とかあればよろしくお願いします。はい。では、ゆかはなでした。バイバーイ。